のこれ言ったかな、この番組では言ってないからいいや、あのさ、青森のね、野辺地の女の子とデートしたのさ、野辺地妻、いや妻にはなんだったデートしたの、そしたら、次に来た時にまた、違う野辺地の女の子とデートしたの。すごいね、野辺地で集中したとしたら、前の子が野辺地だと知らなかった青森の、そしたらその見られちゃってさ、野辺地で、それで大月さん昨日、あの女の子といたでしょ、ね、その女の子にさデートした子に見られちゃってさいたでしょって言われたから、いやあれはあの照明の人だよ、嘘をついてた、あれは東京から来た照明の人だよ、大月さん嘘言うなって、あの人は野辺地の人だもう、まあ、女性前から知ってんだね、知ってたんだね、あの人は野辺地の人だすいませんでした野辺地を甘く見ておりましたなんかね、青森って大事、小さい、でも夜にもよってそのね、偶然にも野辺地だったんだ、野辺地だったっていう、それ違う話を聞いてるよ、その野辺地の、いや野辺地だよ、彼女から、その時にね、照明の人だとは言わなかった、言わなかったの、あれは、内田君の嘘だよ俺はそんな友達を振るようなことはしないよとあの子は言ってたよいやそれは違う、俺は酔っ払ってそれじゃあずいぶん前の話だろうけど、内田君の中ではずっとくすぶってたり、右回りだったかなあ、だから、あの子は そのまだ半分信じているから、何とも言わないでおいたから、いやもう信じてないよ、俺言っちゃったもん、はい、今言ってるよね、見てたらやだなでも見てんじゃないかな、でもスペース3分の1とかね、あとクォーターっていうところで、はい、青森市ですね、どっちもね、よくライブしましたな、弘前も来てくださいよ、あ、古豪とかね、カメハウスとか、2人もんですね、カメハウスね、カメハウスも来たいし、チケット代3万ぐらい取らねば採算はねえんでねえかな、50人だっけあそこはね、50人でいっぱいになっちゃう、じゃあ僕あの TPM っていうフォークグループをやってるので、それならちょうどいいかもしれない、宣伝することはいっぱい今の TPM ね、それは何の略なんでしょうね、 To Pure Men、純粋すぎる男たちっていう、あの70年代フォークとアニソンをフォークでやってちょっと遊んでるんですけど、それでやったり、そういや先々週言い忘れたけど、あの君は千手観音っていうあの大仏連の曲はね、あの大月くんのソロアルバム、僕の、僕がアンダーグラウンドサーチライっていう名義で出している、青沼静馬、スケキヨです、あ、スケキヨか、間違えちゃった僕がアンダーグラウンドサーチライという名義で出している、スケキヨというアルバムに君は千手観音入ってます、だからあれを聴きたい人はね、ぜひそのスケキヨを買ってくださいと、ぜひ、というわけですよ、なんか宣伝とかしていっぱいしちゃって、今冬だよ、でも冬かじゃあ今何やってんのかな俺その頃そうですね、レベル作ったの、はい、ね、UGS という、UGS というインディーレベルを作って、そこで80年代の筋肉少女隊っていうアルバムを今発売中です、それと本は私だからっていうエッセイ集と、のほほん日記2っていうのが今発売中だと思います、角川、いや、私だからが集英社で、のほほん日記2がピアっていうか、いろいろやってます、 UGS レーベルっていうのは他のバンド、例えば俺らがメルダッククビになった場合出してくれたり、ね、ああもう全然 OK です、あ、本当、うん、じゃあ社長様になるね、その時はね、あ、いや人間イズゼロワンやらないっていう、あ、なるほどね、まあ、UGS でね、まあ、そうそうそう、まあ、こういう話をそうですね、
折り改めて菓子折りとか持って来るのかな、来てくれれば喜んで。僕もね、うん、レーベル作ったんですよ。内田レコード。おそれは本当に冗談じゃなくて、いつ作ったの？この間作ったの。本当、うん、何出すの？あの、いや、僕が作ったものが出ます。その楽器っていうか、うん、メンバーっていうか、うん、それはね、この辺にテロップがこう、あ、出てる、出るかと思います、うん、冬だからね、うんうん、あ、そうか、こういうことになってるんだね、うん、へ、じゃあ内田レーベルと UGS で合併して、うん、共同で、うん、人月ゼロワンとかっていうのがあったら、どうかしら。なるほどね。ちなみにね、このカプセルコーポレーション今撮ってもらってるけど、うん、カメレーベルっていうのレーベル持ってるんだよ。じゃあカメレーベルも、うん、三者合同で、なんかすごいね、あの昔の、戦争映画みたいだね。遠すぎた橋とかなんかそういう感じだね。日米仏合作、合作みたいな、うん、特撮使い回しのあんまり面白くない戦争映画みたいな。ユージウチカメレーベル。ウチカメ。そんなこと今さっと言えよ。考えて、ユージウチカメレーベル。いや、カメとウチをどっちにしようかなっていう。うん。ね、カメハウスはどこにあるの？カメハウス弘前市にあるんですよ。弘前市にあって、いや、俺ね、うん、これ人間スクラブのビデオを送ってもらって、この番組だからって見て、はいはい、見た。でコマーシャルにとにかく衝撃を受けて、うん、かごや、あ、じゃあかごやハウスじゃないよ、あれ豊安か、うん、カメハウススケジュール、うん、何々バンド200円うわって200円っていうのはどういうことなの？それさ、道場さんにも見せたらびっくりしてたよ。びっくりした。なんで200円なのかっていうのはさ、うん、いや、ね、だいたい、たまに300円っていう人もいるんだよね。うんうん、で、遠藤道郎さんが1800円ぐらいか。うん、あと、なんとか、毒なんとか食堂っていうバンドが、うん、1800円ぐらいで高かった。あ、本当。それは知らないけど、著名なバンドなのかな、思いでね。俺もラも知らないんだけどね、うん、あの感じ。いや、本当に余計なことだけど、うん、200円で経営は成り立つの？どうですか、亀の森越さんなんかの意見を聞くとです。売上に関しては、はい、バンドの方々の収入になっちゃうんですよ。ああ、で、うちの方ではスタジオの使用料という形だけ、あのバンドの方からもらっているんで。なるほど、なるほど。良心的な。使用料いくら？高校生が1万円で、社会人大学生が1万5000円です。1万円でライブができるんですよ。おつき君、ほら、トリオでフォークツアーやってたりするんでしょ？うん、やってる。カメハウスいいかもよ、1万円だもん。本当に1万円超えた分は全部利益だから。このメンバーを見るとさ、ベースギターっているんだけど、うん、果たしてこのベースギターってどういう音がするのかって分かんなくて、あー、ベースの音ってなんか聞き取れないっていうのあったよ。あったあった、うんうんうん、この人何してんだろうっていうあれでもね、でもね、そのことに関して言うならね、内田君がね、割と最近ね、なんかのその音楽の話の話になった時に、なんだっけ、あのだベースがどうのこうのっていう話をしてたら、内田君がボソッとベースって聞こえるって言ってた。俺あれおかしかったな。それね、聞こえないでしょって言ったのがね、ベーシスト自ら言ったのがね、おかしかったな。それでもね、俺の親父に聞かせたいよ、それ俺の親父に、うん、俺の親父ね、何回聞いてもベースが聞こえないんだって。で、人間室の CD ってさ、すんげえベースでかいんだよ、うん、これでもか、これでもかって、このフレーズだ、このフレーズだと教えてもさ、やっぱり聞こえないって言うんだよね。やっぱり聞こえない人には聞こえないんだよ、あの周波数ね。いや、聞こえ、でも昔のモコモコした音のロックとかたまに聞こえないけど、うん、金賞とか人間でね、ベース聞こえるって言ったの。いや、すんげえおかしい。あれはおかしかった。俺がほら、高校の時組んでたバンドのボーカリスト、成田元博君っていう郵便、弘前郵便局に勤めてる保険課の人なんだけど、まあ、それはどうでもいいんだけど、ロックってベースっていらねえよなとかいう僕に暴言吐いた男なんだけどさ、かっこいいっていうのはそうあるね、うん、俺、あの、なんつったっけな、中学の時のね、自称ロック通の少年がいたのよ、同級生で。突然ね、
あのストラトっていうのはカッティングやって、うん、レスポールっていうのがそろそろやるんだよって言われて、さすがの俺もえって言って、それは違うと違わないとか言ったんだけど、いやそうだよ、レスポールがソロ弾くんだよ、ストラトっていうのはバッキングやるんだよ、そうだよって言われて、で俺もギター弾くわけじゃないから、もしかしたらそうなのかって思って。でもそれはあなんかすごいそういうエピソードあるよね。あるよ。俺もあるわそういうの。たまにさ、うん、ギターのなんか雑誌かなんかの初心者書いてあるの質問で。リードギターとサイドギターっていうのは どの楽器がリードギターで、うん、サイドギターなんでしょうかって質問に似てるよね。あとフレーズって何ですかって質問とかさ答える方もすごい困ってたよ。うん、あとこれ中島ラモさんの本で読んだんだけど、うん、メジャーマイナーっていうのがわからないって言って。それで、なんだっけ、オブラディオブラダをみんなでやる話になったのかな、うん、それで、オブラディオブラダってやってると、これをちょっとマイナーでやろうって言ったら、うん、その人がこうギターは変わらずに、顔だけ悲しい顔をして、オブラディオブラダって歌いにして、それでラモさんは、こいつとバンドやるのやめようって。いう話があったよ。すんげえ面白いな、それな。わかんないよ。いや俺も中学生の時にさ、クラスメートにすげえフォークやろういたのよ。でフォークっていうのは、大体中学生の頃っていうのはローコードしかわかんないじゃん、うん、C なら C、G なら G ってそういうことしか知らないわけよ。でその時俺ロック聴いてて、まあ、ある曲に C マイナーっていうコードが出てきてたのですよ。でこの曲のキーは C マイナーだよねってそいつに言ったら、C マイナーなんてコードはないとか言って怒られてすごい悩んだよ。俺も本当にねえのかなと思って、それはないのかな。だんだん分かってくるからね、うん、俺ね兄貴の部屋にね、うん、カポタスト、うん、あれが置いてあったのね。でこれが分からなくてさ、何使うか新手のオナニー器具かなって思ったの思ったのはよく覚えてる。わかんないじゃない。あ、なんだろうこれって思って。ちょっとこう丸いのがついてるあのカッポだ、こうやってねじるタイプの。何見てもいやらしいことに結びつけてるところじゃない。ちょっと現物。